同方阪神タイガース2024、先発ローテ候補が多すぎる。2024ローテ候補、1村上、2伊藤、3大竹、4才木、5西勇輝、6青柳、7門別、8高橋、9下村、10外国人。あかん多すぎる。なんでハルトが入ってんねん。高橋下村は計算外故障や不調を考慮するとまだ足らん。西純喜リフ及川入れてやれ。常広志も下村も悔しいでしょ。プロでバチバチやってくれること期待してるわ。阪神の切り札なんて味方のクソエラー今回よりひどいことやられてその後打たれて先発失格扱いやでほんまにかわいそうや切り札。切り札の場合単純にローテに入る隙がないっしょ。下村は切り札みたいに2年目中継ぎで結果残して先発チャレンジすればいい。登録お願いします。